はい、こんにちは、うさです。今回のうさぴよの巣は、おすすめのこちら、私の大好きなラーメンになります。東京都豊島区の方にございます北大塚ラーメンでございます。はい、何度かツイッターの方とかではお知らせしているんですけれども、かなり美味しいラーメンとしてネットの方でも意外と密かに話題になっているらしいんですね。はい、私も友達に紹介されて行った北大塚ラーメン、大好きになりまして、もう中毒ぐらいになっておりまして、はい、おかしいぐらいになってますんで、週に1回ぐらい食べないとダメなぐらい、はい、中毒でございますね。はい、でこんな感じで、まずこれはチャーシュー、激辛チャーシュー麺の並ですね。でニンニクトッピング、ご飯をつけて、はい、いこうと思います。でこのご飯の食べ方なんですけれども、今載せている通りこんな感じで、まずチャーシュー麺の方に乗ってくるいっぱいのこの麺が見えないぐらい敷き詰められたチャーシューをまずですね、ご飯の上に乗せまして、はい、乗せまして、結構いっぱいあるので、はい、お好みで乗せていきましょう。私大体3切れぐらいで、うん、あとでね、なんか足りなくなったらまた追いチャーシュー、追いチャーシューすればいいので、はい、そんな感じで乗せていきます。でこれが、北大塚ラーメンの特製激辛ラー油ひき肉、これがね、多くなったり少なくなったりして辛さが調整されてるみたいですね。でそれを乗せた後、このスープです。このスープをこうご飯の上にかけるかける、これがまあスープ、つゆ、タレ、もうこれ見てるだけですごい、また食べたくなるぐらいめっちゃ好きなんですけど、はい、こういう風に、まあ、チャーシュー丼作って食べるとさらに美味しい北大塚ラーメンでございます。でこれね、本当にただご飯だけそのままラーメンと一緒に食べても美味しいんですけどね、私はこんな感じでチャーシュー丼にして食べさせてもらっております。で麺はちょっと若干太め、はい、こんな感じです。でもちもち、はい、ツルツル、シコシコで、スープはこのように見た通り醤油ベースですね。で基本ゆで卵が1分の1ついてきます、はい、っていう感じでございます。でこれがまたね美味しいんですけれども、ここについてきてるこの激辛、先ほども言った激辛のこのひき肉なんですけれども、これ通常ですと激辛でかなりいっぱい入れてくるんですけれども、はい、私は半辛でいつも言ってます。でこれのお値段、うん、かなり安かったんですね。これ改定前なので安いんですけど、はい、これがつい先日2022年7月からの改定後のお値段になります。それでもまだ安いイメージです。チャーシュー麺がね、波で1000円切るのは安いと思います。はい、でお味がね結構いいので、やっぱりそれなり、お値段それなりっていう感じで納得できるお値段なのでかなりいけると思うので、で量的にはですね、そうですね、台にするとかなり辛いぐらいいっぱいの量で来るので、お腹が空いてる時で中でいいと思います。で普通の時でなんか波で大丈夫かなっていう感じでございますので、はい、女性の方とか、まあ、ちょっと小腹に入れたいくらいだったら波でいいかと思います。はい、住所の方も載せておきます。こんな感じなんですけども、ネットの方見ると分かる通り、店主さんがモンゴルの方かなんかなんですけど、ご夫妻なんですけど、とてもとても商売気がないのか無欲なのか、はい、定休日が日曜祝日お休みになっておりますのでご注意ください。スープもなくなるので、すぐなくなってしまいますのでお気をつけください。ということで、うさでした。ではまたね。